7月某日、エネオス轟グラウンド、都市対抗野球大会へ向けて汗を流す野球部。これは先月行われた西関東予選第2代表決定戦の映像である。絶対に負けられない三菱重工イーストとの一戦、4点リードの最終回。最後は三振で試合を締め、見事都市対抗野球大会への出場を決めたエネオス野球部。出場を決めた余韻冷めやらぬ中、7月の炎天下の中、普段通り練習に励む選手たち。いやーナイスプレー。投手陣もこぞってブルペン入り、気合の入ったピッチング練習を見せている。大久保監督もピッチャー陣の状態を真剣な眼差しでチェックしている様子が印象的だ。この後、大久保監督にチームからサプライズがあった。わかりました。じゃあその袋は出すし、何やら準備をする投手陣の面々。ビッグボスです。ビッグボス、実は取材に伺ったこの日、誕生日が近い監督と、この日誕生日だった片岡コーチに選手たちがケーキを用意していたのである。サプライズだ。集合です。お願いします。皆さん集合でお願いします。集合でお願いします。集合でお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。どん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 お、手袋だ。ネーム入りで。ありがとうございます。ありがとうございました。今朝の引き続き、もう一回やらせていただきます。ライブの終盤。ありがとうございます。いいですね。はい、加藤さん、おいくつになられるんですか。53。あさって7月3日。53。はい、ちなみにトム・クルーズ、はい、ナイナイ岡村さん、板野友美7月3日7月3日7月3日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。日々勝負という現実を背負い戦う野球部。しかし戦う男たちにも素顔はあります。というわけで本日はエネオス野球部素顔を大公開していきます。試合などでは見せないチャーミングな一面、また意外な一面をご紹介。まずはじめはエース関根投手。マウンドではこのように気合の入ったピッチングをしておりますが、思わぬ一面を見せてくれた。ちなみにインタビュアーはダイヤモンドサポーターの2人が務めます。お休みの日は何されてますか。用事があったらまあ友達と遊びに行ったり、まあ、治療に行ったりとか、まあ、読書したりとか。お、読書。のんびり過ごしてます。おすすめの本とかありますか。麻雀の先生の人の本を読みました。駆け引きとか。そうです。なんかロジカルの人はなぜメンタルが強いのか。はあ、面白い。麻雀って確率勝つ運じゃないですか。うん、そうですね。けど運の要素に振り回されるとそれは論理的じゃないしメンタルも弱い、はあ、運はもうしょうがないと割り切っていい確率を求めて、うん、確率に求めて、まあ、悪い結果はしょうがない。なるほど。だから野球も、まあ、ちょっと
一種の確率の運じゃないですか。いやもう確率でしかない、確率と運でしかないですよね。打ち取ったのに落ちたとかはしょうがないという、はあ、割り切ればもうその前のプレー気にせず次のプレーに集中できるっていうのがそこの本ですか。なるほど。関根投手、ロジカルな頭脳の持ち主でした。面白いですね。さあ続いては阿部雄大投手にお話を伺ってみました。阿部投手も思わぬ一面というかそういう趣味があったんだというインタビュー。お休みの日だったりとか公式練習終わった後とかでなんかどんなことをやってたか。全部練習が終わったらゲームしてます。ゲーム、FPS、 FPS、 Apex とか。あ、寮の子皆さんと一緒に出かけたりみたいな。それはないです。どの辺行くんですか、ラゾーナさん。あ、ラゾーナはでも一人で僕映画見に行ったりします。あ、マジですか。映画好きですか。映画好きです。最近何見ました。最近、はい、最近ね、映画じゃないですけど、はい、Netflix で、うん、ストレンジャーシングスとか。おお、これはエネオスの社員の方々にもおすすめってことで。そうですね。あ、あれっすよ、ゴシップガール。あそういうのが好きなんですね。ゴシップガール見てました。なるほどなるほど。阿部投手はスーパーリッチなドラマにハマっていた。続いては第2代表決定戦で完投勝利を挙げた加藤投手。ご覧のように試合では感情を前面に出しているが、喋っていきましょう。マウンド外ではすごくシャイな方でした。休日の過ごし方を聞いてみると、地元だったら、僕海が近いところに住んでるので釣りに行ったりとかするんですけど、こっちに来てからは全く行ってないんですけど、こっちに来てからは結構漫画にハマってて、お、あんまりジャングルは聞いてほしくないんですけど、好きな漫画は、ナルトです。ナルト全然言えるじゃないですか、ジャンル的に。全然ジャンル言えたでも。全然言えますよ。王道でしょ、一番好きなの。ナルトの、どの子の回が印象的とかありますか。ですね、ナルトが、はい。ジライアと修行して、はい。ペインっていう相手がいるんですけど、はい、いますね。そこと戦うシーンが結構印象的です。戦い終わって、こう、ナルトが里のみんなにこう、迎えられるシーンっていうのが、一番感動するという。そこは僕が一番好きなシーンです。まるであの迎えられてるシーンは二次予選のマウンドにいるあの加藤さんそのまま、そのものでしたよ。ありがとうございます。漫画が大好きな加藤投手、マウンドに上がるときは千人モード級に気合が入るっぽいです。都市対抗でもそのあたり注目。続いてはエネオスの魂と言っても過言ではない川口亮キャプテン。真面目なキャプテン、しかし意外な一面を見せてくれた。そうですね、休みの日は基本的にはまあ美味しいもの食べに行ったりとか、まあ、近場で行ったら新丸子駅にある焼肉屋とか、うん、結構チームのみんなと行ったりします。あ、そうなんですね、はい、普通のお休みの日のなんか食事とかはそんなに気に、そこまで気にしてない。気にしないです。甘いもんガンガン食べます。生クリームとかじゃなくて、僕和とかあんことかそういう系が好きで。なるほど。生クリームギトギトよりはあんみつとか、そういう、この時期では宇治金時とかそういう感じのがいい。もうかき氷が食べたくなる時期ですからね。めちゃくちゃ食べたいですね、はい。甘いものは意外でした。さらに意外な趣味も語る。まあコロナになる前はヨガとか行ってたりしてたんですけど。こう柔らかく体幹とか使ったりする、結構トレーニング目的で行ってました。トレーニング目的そうですよね。それそっちそっちそっちもちろん。キャプテンは和菓子系の甘いものが大好きでした。続いては篠原涼副キャプテンにお話を伺いました。篠原選手は地元の影響か自然とアウトドアが大好きらしい。自然好きなので、へえ、はい、あの都会のガヤガヤしたところも苦手で、空気の綺麗なところに、うん、あの出かけるように。ちょっとこの辺りで難しくないですか。難しいので、あの1時間ちょっと行けば実家が静岡なので。はあ、静岡どちらですか。あの富士宮市という。富士宮、はい、あ、焼きそばだ。そうです。海派ですか山派ですか。
ヤマハです。ヤマハなんですね。山の方が空気が美味しいので。はい、いいですね。山が好きな。山好きです。野球部。篠原副キャプテンは自然を愛し山を愛するナイスガイでした。続いてはこちら、補強選手の武田健吾選手、三菱重工イーストからの補強です。感情を前面に出すプレースタイル、これについて聞いてみると、そのガッツある姿勢っていうのは楽しみにはしてくれると思います。個人的な感想ですけど、楽しみにしてます。ね、はい、そうです。ぜひお暴れしていただきたい。気持ちちょっと前面に出して、そうですね、ガツガツ行きたいと。本戦に向けてよければ、あの意気込み。補強で来たんですけど、まあ、エネオスの僕も一員と思って、うん、はい、全力で頑張って、うん、頑張ってその優勝を目指して、で応援来れる方もたくさんいると思うんで、うん、その来た方を魅了するようなプレーをできるように頑張りたいと思います。強肩強打の期待の補強、武田選手に注目しておいてください。続いてはエネオスの中心選手、山崎蓮選手に話を伺いました。背負うこと、支えられていることについて語る。いや、プロ野球とは違うんですよね、うん、社会人野球って、うん、僕サラリーマンなので、はい、こうめちゃくちゃべらぼうに、あのプロ野球選手みたいに何億稼ぐとかじゃないですけど、うん、そんな中でもこう家族の支えだったり、うん、そういうのがあって野球ができているのをこう日々感じているので、やっぱりそういうのを喜んでくれている姿みたいなのを見るとやっぱり良かったなと思いますし、大きく感じるのがやっぱ都市対抗の予選と本戦なので、2年間こうコロナ禍の中でずっと応援がなかなかこうないっていうのを1回経験しているので、いざじゃあこう今まで昔は当たり前だったのが戻ってくると、当たり前じゃなかったんだなみたいなのはすごい感じます。ありがたさというか、はい、もう本当にそういう力、応援の力みたいなのもすごい感じますし、なんかこう雰囲気がこうやっぱり全然違いますよね。あ、やっぱそうなんですね、はい、一番はこう社員の皆さんに喜んでもらうみたいな、うん、それが社会人野球の会社がチームを持つ意義だと思うんですよね、はい、それで一緒にこう喜びを分かち合うみたいな、そこはこうブレずにというか頑張っていきたいなと思いますし、結構お客さん、あの特約店さんも含めて、はい、たくさんの方が見に来てくださいますので、まずは初戦勝って、で決勝なんかまで行くと本当にもう前になるぐらいあの入ってするので、はい、そこまでしっかり勝ち抜いて最後5試合勝てるように頑張りたいですね。最後はこの方、エネオスを率いる大久保監督。あの、いやもう本当簡単じゃないの重々分かってるんですけど、はい、でも選手の前で1年目2年目は優勝っていうことを軽々しく、口にねしてはいけないっていうふうに、まあ、言ったり自分自身も思ってましたけど、今年ははっきりと優勝を狙う、ね、そういう、ところまで近づいてきてるんで、うん、まだ足りないことはね、いろいろあるけど、うん、でもこの補強選手含めてね、短期間でも埋められることではあるので、十分可能性は秘めたチームだという話はしたので、選手たちもそのつもりで準備はしてくれてると思っております。自身都市対抗優勝3度を誇る名将の采配にも注目。そして最後に野球部部長西川慎二常務執行役員が野球部に対して激励を行いました。自身を持ち帰ってまたあそこに買ってくださいね、まあ、プレッシャーかけるように申し訳ないんですけども、ぜひ優勝目指して頑張ってください。よろしくお願いします。3年連続都市対抗出場することができます。東京ドームでは、まだ悔しい思いしかしてないので、ここにいる、全員のメンバーで、チーム一丸となって、5連勝して優勝したいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。間もなく始まる都市対抗野球大会に向けて、エネオスナインは現在も必死に勝利に向かって練習に励んでおります。その選手の勇姿をぜひ東京ドームで一目でいいので応援しに行ってはいかがでしょうか。あなたの心を揺さぶる試合がそこにはあります。東京ドームで勝利の喜びを分かち合いましょう。また待ってます。